い、どうもタイガです。お疲れ様です。今回ですね、超絶相性悪い固定します。はい、超絶相性の悪い固定をします。なんでするのか、動画のネタとして面白いかなって思ったからっていう率直な素直な感想以上みたいな。はい、この固定は別におすすめしてるわけではありません。さあ、じゃあどんな固定をするのかって話ですけど、まずね、今天狗リーダーやってますね。天狗ですね、大天狗。そして裏をですね、チャ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 ンチャンチャチャン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 、アークエンジェル。なんでこれの2つの相性が悪いの。天狗引っ張ります、ふわーん。アークエンジェル押し返します、バーンって引っ張ります、押し出します。押し出したせいで引っ張った時の竜巻が当たらない。あれ、組み合わせる意味あるって思ったので、やってみようかなと思って、今回このね2つを固定してやってみます。ちゃんとスキル食らうかな、当たるかな、当たんないよ、当たんない気がするんだよな。というわけでね、相性悪いんじゃないかと思って、はい。というわけで、よかったら皆さん最後までぜひご視聴ください。そして、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。それではね、相性が悪いと思われる固定でやっていきます。さて、やっていきましょうか。1戦目ですね。さあ、まあ、それぞれね、別々で使うことももちろんあるので、まあ、そうなればね特に問題はないんですけど、まあ、同時にね、使うときもやっぱり来ると思うんですよ。やべえ、火力帯に合わせなきゃって。で、合わせるときに、引っ張ってるのに押し返しちゃうみたいな。押し返したいのに引っ張っちゃうみたいな。はい、ことがあるんじゃないかなと思って。実は相性めちゃめちゃ悪いんじゃないかみたいな。さあ、ニジレム相変わらず強いっすね。この前から放されましたけど、今でもやっぱ環境トップ級にいると思います。まあ、ニジじゃなければ、普通に中堅上位。まあまあ、悪くない。普通に強いキャラで。もあるんですけど、ニジバッジがやっぱどうしてもトップクラスですね。破格の性能をしている。打ってこなければネズミ間に合うかなと思ったけど、間に合わないか。一応置くけどさ、無理か、残念。じゃあ、おっと、とりあえず一騎打ちしちゃいましょう。で、問題は迎撃ないんでマジできついっすね。で、キャラ数もいないんで騎馬兵どうも止められないんですよね。なので、そこを引っ張れないんですけど、いきます。さあ、いけ。え、何取られてんの。あれ、うちのキャラどこ行った。あ、カマキどこ行ったわ。頑張れ頑張れ頑張れ。どこに穴があるかわからない。どこに隙間があるのか正直分かってないが、頑張っていただきたい。もうさ、悪意いっちゃおうぜ。あ、やべえ、どっか行っちゃったあいつ。ここさ、ビートル行ったらさ、今日はあの後さ、ビートルがさ、そうそう、触るでしょ。触ったけどどっか行ったわ。まあいいや、ダメージ入ってるから。相手大型いないんですかね、もしかしたら。さあ、押し返しておしまいなさい。あ、でもぶっ飛ばして一発で死んじゃった。なんか相性がいい悪いっていうか、なんかちょっと普通に終わったって感じだな。これ本当に煽りたい方よりも煽り性能高いと思うんだよね、この最後のやつ。お前いつまで踊ってんだよ本当に。さあ、引き続きやっていきましょうか。まあ同時に大型合戦がね始まった時にどうなるかって話なんですけど、まあ今みたいにね、個別でパンパンってつかなかったら別に相性が悪いわけではないんですが、うん。あと、例えばさ、天狗使います、相手がレドラ切ってきます、悪縁切ります、2枚抜きされるじゃないですか。悪縁がスキル打たないで天狗が引っ張っちゃったらね、2枚抜きされるし。で、相手がサイクル切ってきます、ああ、ビームで2枚抜きじゃないですか。どうしようって話なんですよ。そういうことなんですよ。相性悪いかなって思うんですけどね。回復パーティー絶対面白いだけでいった。面白そうでいってしまった。これは面白そうでいってしまった。おっと、これはもしや、もうなぜかわからないけど代用にキャラを出している自分がいる。攻めろ攻めろ、行ってしまえ、行っておしまいなさい。そうそう、ダブルダブル、攻めろ攻めろ。そうだ、攻めることしか考えていない。どうこれ、攻めてる、分からん。お、どうなのどうなの。天狗死んでんだけど、いつの間にか取られてんだけど、いつの間にか。てか、おやつ拾ってんだけど、全然。
これだと全然拾ってないんですけど、これねカマキリね計3本持てるんですよね実は。で上の太ちょラインが多分止まってないんで、あれえこのカマキリどこに、なんかこのカマキリ位置おかしくね、うん、あったけど、あれ血当て見つけた、1コスのちっちゃさで見つけたのかな、もしかしたらなんかよくわかんないさあ引き続きやっていきましょうか。まあなんかあれですね、あのメタドラに2枚抜きされてましたねメタドラに2枚抜きされた気がする。アクエン一応メタドラに対してねちょっと有利みたいな感じの、あの押し出されないみたいなあれがあるんですけど、勝てないですよね別に。いやご利用しましょう、最速天狗行ってご利用して別ラインバルが来たらアクエン潰すっていうのもありだから、で相手が同じ子にまた2枚生きてきたらこっちもこう渡り返せばいい。俺だ攻めよう、うわーでも相手も攻めやそう、クレフラは絶対後ろで使おう、浅香した来い、そうだこれねっす、ここ頑張れスキルだ天狗さん、そうだ天狗さんスキルだ、そうだ天狗さんスキルだ、そうだスキル打て、そうだアクエンを使え、もう速攻で肩をつけろ、ん分かんないけどなんか押してる気がする、相手の魔導も全部潰れたし大型来るだろ、あれ来ない、んここはあれだな、これもいっちゃおう、あ回復がすげえぞ、なんかやってるぞいろいろと、わかんないけど、あなんか死んでるぞ、やばい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 、死んじゃう死んじゃう、これアクエンジェル死んじゃう、枯れた、これはもしやクリフラさんの出番なのでは、あ死にそう、耐えてる、いや死ぬ、あ食った、先生クレフラ君が帰ってきました、先生クレフラ君がバイクも倒しました、えアビマドかよ、それはだるいな、まあでも倒せますね、さすがクレフラ先生素晴らしい、相手が大型1本あったな、ゼウスしかいなかった、さあナイス、さあラストやっていきましょうか、相性悪いなとか思ってるんですよ実際に、天狗悪縁ですね、相性悪いって思ってるんですけど、なんか相手が大型1本しか引いてないことが多くて勝ってるんですよ、はい、でも絶対にこれって相性がいいから勝ってるわけではないので、すごいコメントしづらいですね反応しづらい、反応に困る、まあ、天狗を回復できるのはね面白いとは思うんですけど、結局なんかそれぞれの距離が、うん、悪縁で押し出しても天狗で引っ張っちゃうし、天狗で引っ張っても悪縁で押し出しちゃうし、悪いと思うんだけどな、普段は超強いっすね、この大型2本がどっちもバルガニ強しなんで、まあ、天狗はね場合によるっちゃよるんであれなんですけど、うん、やだなそれ、ちょっと取れとったら面白いな、取れてしまう、これもう天狗でよくね、もう天狗いっちゃおうぜこれゴリゴリに、もうゴリゴリゴリ太郎だよこんなの、
通っちゃったよ。こんなのもう楽園だよ。楽園頑張れお前、スキルだ。楽園頑張れお前スキル。そう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 、バードキー倒してでいて、こいつも倒せ。スキルだ、楽園、楽園。そうだ、ナイス、素晴らしい。なんか入ってんだけど、お前いつそこ通ったの。シャーク2本置いていく。来いよ尾形、天狗が全部ぶっ潰してやるよ。俺のマークしてる天狗な、全部やったるわ。待って待って、もしかしてなんだけどさ、このアイテムもまた尾形1本なんだわ。ん、コラボ猫負けたんだけど。嘘でしょ、皆さん見ました、猫の虹バッジ、猫虹バッジが負けた。アリンコの3番目かなこいつ、猫の虹が負けたんだけど、それ本当に言ってる。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。今回はですね、究極に相性が悪いんじゃなかろうかコテ究極に相性が悪いんじゃなかろうかコテやってきました。はい、まあいいとは思っていません、実際に悪いと思っていますが、なぜかわからないんですけど、3試合ともあのお相手が大型が1本しか引いてないというね、なんか不幸中の幸いというには言葉がちょっと意味が違うかもしれませんが、不運な出来事かというか、はい、事件が起きてましたね。はい、というわけで今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それではお疲れ様です。